どういうこと？ここがエリアゼロの最深部か。到着、財宝伝説確かめちゃう？あれって教科書に書いてるだけっしょ。トロトロと。あ、携帯が全く、携帯のスキンをいじってないことがバレてる。そういえば、ハローと子供たちよくずっと取り付いた。君たちの目の前にある建物こそがゼロラボだ。博士がいるとこですね。結晶体に取り込まれてる。エリアゼロ内部の結晶体は不思議なエネルギーを持つ。生物の能力を変化させたり、機械の機能上昇にも効果がある。はあ。ポケモンがテラスタル化するのも同じエネルギーなのだ。つまりこの建物もテラスタル化してる、テラスタルしてるってことか。エヴァちょっと黙ってて。天才肌。テラスタルオーブはエリアゼロの結晶体でできてるってことっすよね。テラスタルオーブが？一部のものしか知らないがね。一般普及しとるやん。4つのロックを解除したならゼロラボのゲートを開けるだろう。だがゲートを開けば中にいる危険なポケモンたちが一気に外へと飛び出してしまう。危険や。大丈夫なのかそれ。君たち4人なら乗り越えられるはずだ。いや俺たちに任せないで、もっとなんか大人をしっかりと準備してからゲートを開いてほしい。え？どんな相手でも照らそうと私がいれば大丈夫。はは、心強いっす。大丈夫やろ。チャンピオンランク2人いるからな。確かに。もっと50人とか来ればいいんじゃない？もっと人数欲しかった。ちょっと周り探索しようっと。なんかありそうやし。なんかもうラスダンの気配してきたんだけど。まだいろいろやりたいことあるんだけどな。どこだここ。迷子になったんだが。ギャワー。わたっこからなのよろしくないな。やはりストリンダーで全部ぶっ潰すのがいいのでは。ゼロラボゲート解放。ちょっと待った。なんでダメですか。いよいよっとき。やばいポケモンが出てくるならミライドンもいた方がいいんじゃねえか。うん。でも戦ってないしな。確かに入江のホラー穴でのミライドンなら心強い。あの戦いっぷりみたい。見たい。でもエリアゼロ来てからライドするんも嫌がってるし。てかバトルフォルムになれんのでしょ。あいつは本当は強いんだ。秘伝スパイス食ってたし、ここぞって時は戦うだろ。それにエリアゼロはあいつがしばらく暮らしてた場所だし。ボールから出しとけば家族も見つけてくれるかもだぜ。ペパーにしては一理あるよね。そうなんかな。ペパーの印象だけめっちゃ上がっていくな。テラゾーミライドン出しちゃえ。軽いのよ。はーい、出します。元気ある？凍える？震える？あんや。シャテラゾーミライドンボールに続いてラボのゲートもオープンだ。ドキドキ。どうなるんやろ。パンドラの箱を開けてしまうことにならんといいが。災いが飛び出してくるの。おーい、大丈夫か。おいおい、なんだ。家族ミライドンのスカーレットじゃなかった。全然ジェバ。このミライドンはミライドンが押さえつける。ふわっ。おお、アギャースじゃねえっす。家族が会いに来てくれた。そんなとこじゃなくない？マジか。戦闘フォルムですよ相手は。気をつけろ。クワオ。え、音が全然合ってないけど、どういう状況？あぎゃ。いや、なんか変。ちょ、音合ってるかこれ。なんか音合ってなくねえか。大丈夫か。え、大丈夫。なんか奥に行っちゃったよ。なんだ。ちょっと録画ソフト一旦リセットしていいですか。サウンドエフェクトがずれてたような気が。ギャヌス。ギャヌスとは。ちょっと待って待って。え、なんか
感動の再会？意外とあっさりだったね。いや、どう見ても違うでしょ。バチバチ勝ち込み一歩手前だったから。え、そうだったの？未来どもほら怯えちゃってる。仲間じゃないのかも。あいつなんか嫌な感じだったな。どういうことになった？おい、気にしなくていいぞ。お前がバトルフォルムになれればあんなやつ。キュース。バンジキュース。博士が言ってた危険なポケモンってもう一匹のミライドンのこと？博士、中から出てくるって言ってなかった。なんかさ、こう、物質をクローン化する技術みたいなので、博士も二つになって、ミライドンも二つになったみたいな。中から？わー、なんか出てきた！相撲のやつ。ええなぁ。キシャシャペペペペペ。どんな鳴き声？うおー、出た。対応せよ。お相撲さんの。わぁ、やばいって、多すぎる。囲まれちゃった。明らかに有効的じゃねえよな。いや、数多すぎ。全部未来のポケモン？これ結構マジでやばいちゃんなんじゃ？キュース。バンジ。こいつもこんな感じだし。私の出番、待ってました。減らそう。力を合わせてやっちゃおうよ。やっちゃうよ。やっちゃうよ。殺しちゃうよ。まあまあまあ。一体ずつならいいでしょう。ポケモンの映画みたいになってきた。ていうか、ストリンダーだったら全体に攻撃できんじゃねえ。そうはいかんか。ルガルガ。爆音波、今一つなんかーい。そうなると困るな。ワークアウトを使うしかあるまい。この状況ではない。ゴーストタイプってことか、こいつ。え？ゴーストじゃなきゃこうはならんよな。いや、待てよ。岩？電気が効かないってことは、地面タイプ？地面鋼だからか。そっか。地面鋼だとこうなるのか。厳しいな。いや、地面鋼であることを考えるなら、テラスタルして爆音波だ。ゴーストじゃないなら関係ねえ。あれ、ルガルガンにも当たるの？ちょい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 。それは聞いてないんだな。ルガルガンに当たるんだったら、ストリンダー使えないって。そんな子は。これだ。地面鋼なら水エスパーで OK。これで冷水を浴びせていこう。相手の攻撃力も下げれるぞ。すまん。一ターン目は任せた。ドリルライナー強いぞ。高速スピン。お、でかいな、ヤドラン。かわいい。ゴツゴツメットでダメージ。稼いだぜ。そして冷水だ。そっか、ダブルで戦うときは、周りの味方に攻撃しちゃうことがあるのか。困ったな。自分何もしてないんですけど、ルガルガンが頑張ってくれてる。はい、冷水、ポチャン。終了だ。さあ、あと何体出てくる？一体一体戦うのかな？どういう戦い方になるの？いいね、強いね、手応えある。頼もしいけど、なんかムカつく。ビービー、ニューム。わ、わ、大変大変。テラゾー手伝って。そこはペパーに行けよ。俺は今こっちで戦ってただろ。見てなかったのか。ペパーと一緒にやれよ。またストリンダーが出てきました。大丈夫、ストリンダー。生きてる？ブラッキー。全員鋼っぽいな。鋼なんであれば、爆音波でいけるんだろう。テラスタルは使えないな。ボス戦があるかもしれないし。てかダメだ。ちょっと待って、オーバードライブは、オーバードライブならいける。ノーマルよりこっちの方がいいのでは。地面はもっとないやろ。オーバードライブならブラッキーいかないんだ。いいじゃん、ダブルでも戦えるぜ。今一つでした。ダメでした。サイコキネシス効果抜群。エスパーが効いてる。ワイルドボルト。そうか、そんなこと考えてなかったわ。ダブルで戦うこと前提で考えてなかった。
もうほとんどブラッキーがやってくれてます。いやー、ブラッキーがやられた。なんてこった。すまんブラッキー、こっちが何もしてないから。おー、ムーンフォース早い。俺何もしとらん。ニフィアが全部やってくれました。でどんどんレベルバーだけ上がっていっちゃうな。やべえ、未来やべえ。あぎゃーす。あ、逃げてく。お、あの子たちが外に出たら大変。ボタン追いかけよ。なんでうち待てー、ははちょま、なんか興奮してない。あいつら大丈夫かよ。ほとんど逃げてったから残りは2人で頑張るか。よし、ペッパーが、ペッパーと一緒に、ペッパー2人きりにしてくれたんだ。これでお父さんと決着をつけるか。いや、もうストリンダーが使えないことが分かってるのに、ストリンダーが1周目1体目で出てきてしまう。爆音波使えないからどうしよう。攻撃下がってのはありがたいが、あー、オーバードライブが効くならオーバードライブの方がいい。これはいける。ストリンダーが活躍できるぞ。強い、ナイス。畑落とす。あ、畑落とされる。よしよしよし。道具畑落とすみたいな技じゃなかったっけ、畑落とすって。問題なかった。いいね。オーバードライブが効くならよし。虫戦で培った友情パワーで息ぴったりだな。飛行タイプだったんだな。さっきのもう一匹のこと気にしてビビってんのか。よし。あとはもう楽勝なの、そうなのばかりか。そうか。さっき普通に強かったけど。だから寺蔵、そいつ連れて先行け。わかった。信じてくれて嬉しいぜ。マフィティフだってやる気だぞ。てか、お前のマフィティフ格闘に弱くなかったから。大丈夫なんか、その格闘っぽい敵で。ミライドン、お前のせいでガキの頃最悪だった。だからってお前が今縮こまってても、なんも嬉しくねえ。お前にはすげえ力がある。俺たちもついてる。だから、あんな奴に負けんな。勇気を出して立ち向かってこい。いいセリフ。伝わってる？ミライドン、ミライドン、ミライドン出れる？ライドはできないの？あ、そう。頑張れよ。行ってくるけど、ちょっと様子だけ。様子だけ見ていい？チラ。後から追いかけるからや。頑張れよ。頑張れよ。よし、行って今日、行ってきましょう。悪タイプだけど大丈夫かな、あいつ。ストリンダー戦闘で大丈夫かな。不安だわ。本当にストリンダー戦闘でいいんだろうか。PP 全部回復してるわ。何があったのか分からんけど回復してるわ。おーおー、なんだこりゃ。研究所です。おい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 、死んでるぞ。ゼルナボ内に人体反応検知フトゥ。ちゃんと体があるぞ。ハゲてる。こんなに後ろハゲてたんだ。そこ。変な服。あれ。スリープモードを解除します。アンドロイドだ、この人。ニョキ。ハロー、テラゾ。よくぞ来てくれた。ハロー。グオーン。おミライドン。どうしたの？なんだそのマリオ。戻りなさい。M。何そのボール。君が連れている個体より凶暴でね。ミライドンの M か。君のミライドンがエリアゼロから逃げ出したのは、縄張り争いに負けたからなのだ。ああ、ギャー、ギャス。君たちに謝罪しなければいけないことがある。僕は本物のフトゥー博士ではない。どういうことだ。僕は博士が自身の知識と記憶をもとに作った人工知能 AI で動くロボットなのだ。流行りの第4観測ユニットでの事故で本物の博士はいなくなってしまった。いなくなった、死去。ポケモンに罪はない。オリジナルの博士はその力を見誤ったのだ。
身を挺して守ったミライドンが元気であれば博士も本望だろ。こっちのミライドンが守ってくれたんや。クラベル校長に頼んで君と初めて話した時はすでに僕フトゥー AI だったよ。フトゥー AI って呼んでんだ自分のこと。テラゾー、君にはエリアゼロでの研究最後の手伝いを頼みたくてここまで来てもらった。その内容とはオリジナルの博士が作ったタイムマシンを止めること。やはり AI は邪悪な AI ではなかったっぽいぞ。質問をエレベーターで聞こう。ついてきてくれ。ははは。わざわざロボット作らなくても見た目まで一緒にしなくても。エネルギーが詰まったカプセル。何これ、なんか変なの拾っちゃった。ここから降りる。入りたまえ。はーい。これストーリーもうそろそろ終わるな。さては、いや、やばいやば、まだなんか学校の先生たちと戦ったりする機会あんのかなと思ったのに。テラゾ本当によく来てくれた。あれ、スーパーボールみたいなの落ちてるよ。何でも質問に答えよう。聞きたいことあるかな。 AI って何？人工的に作られた知能のこと。僕の考えや行動は全てオリジナルの博士の知識や思い出をベースにコンピューターが計算している。その演算が博士そっくりに作られたこの機械の体を動かしてるんだ。これほど高度な AI 技術は今の科学技術では実現不可能だが、ゼロラボに搭載された結晶体がそれを実現可能にしている。だから僕はこの施設から出ることができないのだ。他に聞きたいことは。本物の博士は、先ほども説明したがすでにオリジナルの博士は存在しない。ユニットの事故で肉体が損傷し生命活動を維持できなくなったのだ。彼の息子ペパーにとっては受け入れがたい事実だろうな。現在はオリジナルに代わってこの僕フトゥー AI が管理者としてゼロラボを維持している。他に聞きたいことあるか。本人に言ったらちょっと反感買いそうだからな、言わないのが正解な気がする。タイムマシン。タイムマシンとはオリジナルの博士と僕が2人で開発した装置。モンスターボールを転送し異なる時間軸のポケモンを捕まえて現代へと呼び出すことができる。フトゥー博士は生前の別の時代のポケモン、とりわけ未来のポケモンに熱心だった。今この時も自動的に未来からポケモンを呼び出し続けているよ。他に聞きたいことあるか。わ、そんで一匹ずつじゃなくてまとめてやろうっていきなり思っちゃったんだ。よくないな、そういう使い方。あなたの目的は、オリジナルの博士は未来のポケモンと今のポケモンが仲良く生きる世界を夢見ていた。だが遥か未来の進化の果て、未知なる力はあまりにも強大すぎる。彼らの生命力は現代の生態系を壊してしまうのだ。オリジナルはそれも自然の一つの形だと言っていたがね。今はエリアゼロに張り巡らせているバリアで、未来のポケモンがパルデアに出ていかないよう制御しているが、鉄の轍のようにバリアを突破するポケモンも現れた。なるほど。放置できなくなったのか。彼らはいずれエリアゼロという箱庭を飛び出し、パルデア地方にはびこるだろう。そうなればパルデアの豊かな生態系は破壊されてしまう。博士のコピーとして生み出された僕だが、そのような惨劇が起きることを合理的とは思わない。それを食い止めるためには、博士が用意した最強の AI を倒す必要があるのだ。最強の AI？ それが私だ。テラゾー、その力で僕の博士の夢を破壊してくれ。なんか知らんけど破壊することは得意です。ぶっ壊せって。面白そうじゃねえか。爆音でぶっ壊したるぜ。ゲヘヘ。爆音パー。かっこ周りにいるやつも全部壊れる。味方まで壊す。ああ、何ですかこの空間は。映える。じゃ写真撮っとこうぜ。自撮りしよう。見よ、これがテラスタルの力を使い作り上げたタイムマシンだ。おお、タイムマシン、こんなタイムマシンあるかい。どこがどう加速してどんな感じで、え、何ピッ、このボタンかな、ポチ。タイムマシンを止めるには博士の ID が搭載されたバイオレットブックが必要だ。子供の頃から大好きなその本に最後のキーを入れるとは博士らしい。バイオレットブックを台座に置けばタイムマシンを止めることができる。本当か、合ってる。だが一つだけ問題があってね。マシンを止めようとすると僕は君に襲いかかるだろう。なんでや。
AI である僕の意思はプログラムに乗っ取られてしまうんだ。そうなると僕は邪魔者をただ倒すだけの戦闘ロボットになり下がる。パルデア地方、チャンピオンたちの戦闘を分析し作り上げた無敵の AI だ。君とポケモンの絆なら勝利できると信じているよ。笑顔じゃねえわ。その研究に俺の実力は含まれていまい。覚悟を決めたらバイオレットブックを題材置いてくれ。もちろんストリンダーのことも。その AI には登録されていまい。覚悟決まったぞ。適当に置くわ。なんとかなるやろ。なんとかなるやろつって。フトゥーオリジナル ID アクセスを確認。タイムマシンは非常停止します。準備中、準備中。フトゥーさんどうなるかな。うわーってなる。アクセスブロック。非常停止は中断され、タイムマシンが再起動しました。おい！大丈夫か？フトゥー AI をスリープモードへ移行、戦闘プログラムを起動します。うわー、なんかすごいことに。すごいことに。どうか僕を倒してくれ。キャー。こいつのことはぶっ壊してからじゃダメだったの。そして僕の夢を阻む者にはご退出いただこう。ひえ。ようやく悪人が、悪人いなかったからこの世界。ようやく悪人出てきた。悪人面。先に自分の頭を破壊してからじゃダメだったんですかね。ダメだったんかな。 M！ フトゥー AI が勝負を仕掛けてきた。そのシステムメッセージは必要なんだ。鉄の毒が、炎か、毒か、鉄、鋼タイプさ、耐性優秀だからさ、何者かは知らないが邪魔者は排除させてもらう。